襲われているというのはあのお二人ですよね。いや大変、すっかり囲まれてます。一刻の猶予もなかった。急ぎダッキの手から救い出そう。打ち取ったわ。ほーら来た、でしゃばり勇者さんのお出ましよ。じゃあ紹介さん、よろしくね。全員打ちのめせばいいのだろう。失敗しようがない。貴様らどっちから食らってやろうか。どうにも相手が悪い。私でしょ。俺の軍略、人間以外には通じる。こいつら何者だ。しかもここは一体素敵、うち強いお人は好きだぜ。救援とはありがたい。まさに地獄で仏ですよ。待て、父上の邪魔はさせぬ。負けない。来い、鬼神の娘が相手になろう。頑張ります。私だって軍神の娘、当たって砕けます。それは引く。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。こいつらずるすぎだ。二人とも無事で何より。さあ我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと他にも襲われている者がいるのか。急ごう。イチ、大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、イチは長政様の妻、共に戦います。長政様、お市様、高虎、来てくれたのか。そなたのような忠心を持ったそれがしは過保護者だ。感謝します、高虎。あなたこそ浅井家の宝です。無能な人間ほど安い餌に釣られるものだ。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。もしかして囲まれちゃったみたい。罠にはまるとは。力を合わせ突破するぞ。見立て通りの活躍だ。あなたの分、お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しいと思ったことはない。私にはどうしても叶えたい願いがあった。苦痛を与え、中から力を奪われた。その辛さに比べれば劣るセウスとは。ダッキちゃんいじめるやつは許さへんで。うちがいてもうたる。新高台のお相手をしていただけますかな。よくぞ務めを果たした。さらに励め。長政殿、あなたの部はまっすぐですね。そなたの槍こそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせればどんな敵でも貫けよう。いかがしお人やな。綺麗なお顔もっとよく見せておくれよす。寄るな、触るな。なんだ、嫌な記憶が蘇りそうな、この感じは。抵抗を。見立て通りの活躍だ。よくぞ務めを果たした。さらに励め。こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている。キャカトラ、今は戦の最中、よそ見をしてはなりません。お市様、恥ずかしいところ、より一層奮戦しお役に立ってみせます。
嬉しいお誘いだが、お断りされよ。私は自由に散歩をするのが好きなのだ。伏兵が全部やられたか。どけ、どけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。将軍殿たちは、リョフと奪機を頼む。承知した。やだやだ、信じられない。鳥海さん逃げちゃうの。リョフさん、こうなったら思いっきり暴れちゃって。あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくて一人残らず蹴散らしてやる。と、それがしの方こそ混乱しているようだ。見事な戦ぶりだ。おお、引っかかる。今一つ敵に勢いがなかった気がする。そう言われてみれば、なんだか皆さん非力だったような。あんたに比べりゃみんな非力でしょうが、ほら、自由な。敵将、ここを動くなよ。それにしてもこの地を殺すな。こんな時こそ手ぬぐいが役に立つ。俺、これで勝ったと思うなよ。こんな見事に負けちまうとはな。見立て通りの活躍だ。行くわよ。その首もらい受ける。いざ。頑張ります。お任せを。どきなさい。いや。どきなさい。はい。はい。結局私でしょ。うりゃ。うりゃ。悪すぎたから。来い、俺を楽しませてみろ。頑張ります。結局私でしょ。頑張ります。どんどん力がみなぎってくる。負けちゃったの？いや、もうダメかも。大
揮。お前を守る者はもういない。覚悟せよ。追い詰めたぞ。行くわよ。観念してもらおう。追い詰められたのはどちらだろう。行くわよ。はいよ。ここまで来ちゃったの？そんなに私と遊びたいなら、ちょっとだけよ。この私が負けるなんて、もう許して。なんて言うと思った？残念でした。私の本当の狙いはペルセウスさんよ。すまぬが、おとなしくしてもらう。はめられた。俺もお役目。悪く思わないでくれよ。もうモーテルみたいに敵さん倒して。紹介さん、名演技だったわよ。さて、目的も果たしたことだし。はい、撤収。ペルセウスと守れなかったか。ペルセウスがダッキにさらわれたとは、もしやあのアテナという女神の差し金だろうか。よくわからないんです。どうしてペルセウス殿がいきなり狙われたのか。みすみす仲間を奪われるとは情けない。何としても救い出さねば。そうだな。ダッキの目撃情報を集め、ペルセウスを奪還する計画を立てよう。すまない、我らのせいで大事な仲間が危険な目に。お役に立てず申し訳ございません。いやいや、おことたちのせいじゃないよ。左近も久しぶりに会えたっていうのにごたごたしててすまないね。いや、俺の軍略発揮できそうな状況で何よりです。これからお世話になる分ぐらいは働きますよ。皆のため戦い続ける。愛する人のために。俺の軍略披露しましょう。己の道を行くだけだ。うまくいったみたい。これで大丈夫ね。ここをやっと会えて嬉しいわ、四天王寺さん。ダッキみんなを戦わせた甲斐があったみたい。今よ、呂布さん。もうすぐ会えるわね、オロチ様。調べてみたが、オロチの体はすでに消滅している。さすがにこの世界に招かれぬはずだ。消えた存在を蘇らせる術でもあるのかな。ペルセウスに聞いてみようと思ったのに、どこへ行ったの。ペルセウス殿はダッキにさらわれました。探していますが、行方はまだ分かっていません。もちろん目的も。メギツネ。ダッキとペルセウスの行方も気になるが、一つ妙な歪み方をしている場所がある。アレスたちもそういうのは感じ取れる。先に見つけられたらそっちの仲間になっちゃうかもよ。
なんと、情報感謝する。戦場を混沌で染め上げてやろう。